メグロレンさん念願の東京ドームにて、スノーマン全員で野球をしたいと言ってとのが、明星の主面で叶ったようですね。グローブは、ドームライブ中に、安倍良平さんが、メンバーさんにプレゼントをしたものの、ようですね。できることなら、映像として見たかったです。メグロレンさんの長年の夢であった、スノーマン9人で、東京ドームで野球をやるという夢が、明星さんで叶いました。 前情報なしでページを開いて思わず、どういうことと突っ込まずにはいられませんでしたかっこ笑い。なぜこのタイミングで明星で野球企画が実現したかというと、9人体制での初取材の時に、目黒蓮さんが口にした9人で野球がしたいという夢を、明星さん側が叶えてくれたから。さすが明星太っ腹。